2007年のオーストラリアグランプリは、ロードレース世界選手権の2007年シーズン第16戦として、10月12日から14日まで、オーストラリアのフィリップアイランドサーキットで開催された。日曜日朝のウォームアップセッション終了後、関係者がスターティンググリッドに集まり、10月7日に交通事故で、亡くなった元グランプリライダーのノリックこと、安倍のリフミを忍び、1分間の黙祷を捧げた。 自分自身に、ロッシフミというあだ名をつけるほどのファンだったバレンティーノ、ロッシをはじめ、多くのライダー、スタッフが腕にも賞をつけて、今回のグランプリに臨んだ。125cc クラスでは9代の大集団によるトップ争いを制したルーカス・ペセックが、シーズン2勝目を挙げた。わずか0.09秒差の2位に、ホワン・オーリベ、3位には、ポイントランキング2位のエクトル・ハウベルが入った。 ポイントリーダーのガボール・タルマクシュは8位に終わり、ファウベルとのポイント差はわずか1ポイントとなった。250cc クラスでは、ポールポジションからスタートした、ポイントリーダーのホルヘロ・レンソが独走で、シーズン9勝目を挙げた。今回3位に入ったアンドレア・ドビツヨーゾとのポイント差は45に広がり、ロレンソがクラス2連覇に大手をかけた。モートジッピークラスでは、新チャンピオンとして、 外戦帰国したケイシー・ストーナーが独走し、自身初の地元 GP 優勝となるシーズン9勝目を挙げた。2位にはチームメイトのローリス・カピロッシュが続き、ドゥカティ・マルボロア1から2フィニッシュを果たした。3位には今回アバルトカラーのスペシャルペイントで出場したフィアット・ヤマハのバレンティーノ・ロッシュが入った。レース後の記者会見、ありがとうございます。